ヤッホー、今から始まります。よいしょ。ヤッホー。気をつけ。よろしく。今日はお前ら怪しき仮面軍団専用でやるからな。嬉しい。OK。まずな、俺のファッション見てくれ。こんなん絶対こんなん俺買えへん。ありえへん。でもな、ファッションを楽しむ。例えば一発試験って言うけど、ライダーやん、ライダーズファッションなんて持ってないやんか。一応革ジャンとかどうこうとかこうて、渋いやつはとりあえず黒の革とかいろいろあるけど、なんか若者風のっていうのないやん。あかん、それではあかん。それをこう今風にみたいな。例えばこれライダーズの手袋で、今まで俺ファッションやってん。でもこれ指ないやん。でも絶対に指あるやつして乗るもん。俺前ほら手骨折してんか、あれ壁やったらもう手ぐちゃぐちゃになってたのに、ボーンっていったやつが壁に当たってたら、フェンスでもこんなんやねんもん。だから俺ほらこっからこっからで、あの時あの手袋はしててんけど、この手のないやつな、こっからぐらいのをやっててんけど、ここ全部いかれてもてんか。実はな、笑い話やけど、足ずっと痛いねんけど、俺足も振ってんねん。で俺多分これと言ったら、ちょっと足痛い言うたら、嫁から病院行け言われねんけど、大丈夫大丈夫って言ったら、何か言われたら嫌やんか。手の骨折れてる、足はどうこう、絶対バイク乗ったらあかん言われるやんか。いまだに左足めちゃあかんねん。こう笑い話だとグシとちゃうぞ、え、おえみたいな。で俺は考えてん、足おしゃれな運動靴買うてん、めっちゃ、しかもなかっこええねんけど青色やねん、濃紺の俺のかっこええの買うてん。俺らしくない、絶対黒とか白とか金とか銀や、青濃紺の買うてん。で俺思ったんや、ちょっと待てって。まあ今俺バイクには乗ってへんけど、まあもうちょっとしたらこういずれや、近い将来な、乗ることを考えて靴買って、これな先硬いね。でな、安全靴やったら重たいやんか、まあいろ、でもこれな先硬いね、結構カンカンカンって。でも今ほらそんなにスピードはせんけど、もし何かあったら、足とかなったらぐちゃぐちゃになるやん、運動靴やったら。だからこう100キロとか200キロやからな、バイク7半とか400とかなったら100、200重さやで。あの 50cc でも70キロや80キロあんちゃうかな、体重以上にあんねんからさ、そんなんボーンと足にかかったら、俺だから横を打ってんねん。だからこれに変えて、だからやっぱ安全性、なんかあってかいの嫌やんかみたいな感じやね。でヘルメットも俺フルヘルメットやん。それなんで黒着ないかって前も言うたように、真っ黒やったらさかっこええなって、乗ったら 50cc のバイクやったら恥ずかしいやんか。まあ今乗ってないけどな、待てよ、いずれグリムの乗りたいなみたいな、な125の黒かっこええみたいな、それがこれやな。やっぱり夢の共有は至福の喜びやね。これな、昨日今日言うたんとちゃうねん。な、これ多分今日人間界には Facebook で送ったかもしれへんけどさ、俺の基本的な考えが2017年のかなに書いてあんねんけど、こと細かに書いてあるみたいな。でもその時に言うてんねん、自分自身はいやいや待てみたいな。まあそれはええねんけど、
なんで今日こうやってお前らのために、あ、もう一個忘れた、靴下見て、ほら指やろ、これ全部長いね、ロングやね、でこれ見て、ライダーズの、わかる、ライダーズのジャケット、ちゃちゃパンツ、ほらここ硬いね、硬いね、バイク用で、これ今風みたいな、でこれピストルや、今までは底辺の撃てや、俺はこれは鉄砲で撃て、撃てば響かになってんねん、お前ら向けやな、怪しき仮面軍団、撃てば響きすぎてるやないかみたいな、俺も言われて次の日にやろうと思ってグレムに怒られたわけやろ、あ、撃てば響け、そうやって教えてきたみたいな、でも人間界は底辺の撃てでも響かない、答え簡単やねん、俺の魅力がないだけやねん、これもしな自分の嫁さんとか自分の息子とか娘とかとか親とかが、まあ例えば一発試験、まあなんか国家試験頑張るな、一緒に頑張ろうって言われたら頑張れへんかなみたいなもんやねん、全員みんな頑張るねん、だから言い方変えたら俺の魅力、言い方変えたらカリスマ性がなかったいうことやねん、でほら今年なんかもそうやけど、やっぱりそんなんで一喜一憂して体温下がってめちゃアウトになったやんか、あかんあかん、俺は俺らしくせえへんなみたいな、なんかこう主に交われば赤くなるで、打てば響けへん連中のところだったら俺がなんかおかしいんちゃうかなと思ってきて、で体温下がったりどうこうしたから、で今俺この時計、この時計の体温と心臓の動向、あの体温と酸素濃度、これだから笑うけど寝るときにこうパワーでみたいな、でこう入れへんかったら体温が35度になったらまたパワーを入れてみたいな、で酸素濃度も上がれ言うて98とかなんねやんか、普通で聞いたら多分理解できへんと思うけど、やっぱり怪しき仮面軍団が喜ぶからやね、怪しき仮面軍団っていうのは俺にとってみたら家族やからな、家族のことは全身全霊、夢家族だから、怪しき仮面ちゃんは眼帯者が喜ぶこと、家族やからもう全身全霊頑張る、彼はやっぱり体温だけ下げやんといてくれみたいな、同じ俺やねんけどな、で YouTube を始めるようになってタカッシーが出てきてんか、俺の分身でも成田さんがおって、成田隆史がおって、隆史くんがおってやってんけど、YouTube。もともとのメインは、5000人からガラガラポンで、ガラガラポンで、言って、やっぱりまた落ち込んで、みたいな。で、怪しき仮面軍団を作って、最初10人やって、100人になって、200人になって、みたいなの。お前ら撃てば響くやんか。ほんで、早速お前らが、前回の、YouTube 見てクレーム殺到、俺めっちゃ嬉しかった、これも予想してたけどな、めっちゃこう憤慨してて怒ってて苦情のクレームやって、たかしが笑いながら俺に報告して、全部読んでるんやろみたいな、まあそやけどなみたいな、どういうことかって言ったらな、胃の中の蛙、大海を知らず、されどその空の青さを知るっていうのがあったやんか、これ見て、空の青さを見て気づく、目的が同じならカリスマ性も必要、お前らにとったら俺夢館長カリスマ性あるよな、わかるみたいな、だから俺よりも、まあ俺よりみたいな、俺があるいことはイコールタカッシーがすごい尊敬されてるいうことや、タカッシーが尊敬してる俺やねんから、お前らは俺のことをすごい聞くっていう構図や、あの疑いも全然、俺は俺らしくや、ただ見て、人それぞれ10人といろ、縛りつけたらダメ、理想と現実に遭遇、
これ見たらお前ら来たな、おかしいやないか、主義主張ブレてるやないかっていっぱい来た。高橋が笑いながらみんなからこうやってクレームだらけですみたいな。俺が10人問いろ言うわけないやないか、10人一食な、この指止まれ。いやでもそれはな、理想と現実、俺は理想、お前ら現実やな。だから俺はこんなんがいいな、こんなんがいいな、理想イコール現実に近づけようとするやん。でも俺、怪しき画面軍団の名前誰も知らんぞ。でも覚えてほしいか、違うねん、お前らの俺に対する考え方が分かったら名前は誰でもいいねん。なんで200人一食やからやねん。分かってるよな、お前らそれは。いちいちどうとろこうとろ、でも頑張ったやつを褒める、それが嬉しいな。200人も名前覚えられへんねんな。だから俺はすごく嬉しい。10人一食縛りつける、こんなん縛りつけると思ってへんって。だからそんなんあるから頑張れる。お前ら怒らんといてくれ。俺は10人一食、この指止まれば変われへん。ただな、分かってくれ。怪しき茶は YouTube の時は書いてあったな、これ見てくれ。これが何べや、5年前やな、5年前に書いてんねん。ええか、お気に入りの相手、お前らやな、同じ時間を過ごしたら楽しさが倍増する。せやな、一発試験受けるぞ。はーい、全員や、楽しさ倍増や。これが当たり前やねん。今までどうメログリムでトランポリンの生徒、スノーボードな、の生徒、いろんなこう当然あの上を目指すやつやで、運動のため、あの健康のためとか違うで、塾の生徒とか、なんか目的が一つやったらな、愛する我が子に接するように付き合いたいね。だからお前ら家族のように付き合ってるはずや。家族のように俺は家族や思ってるから、わかるかな言ってること。家族や思ってるから、いい、だから愛する我が子に、今回も愛する我が子がな、バイクどうこうどうこうでみたいな、一発試験じゃあ俺も受けるみたいな、要するに愛する我が子に接するように付き合いたいね、お前らとやで。だから家族のように付き合いたい。お前らは家族ね、家族やね、俺からしてみたら。俺は人間界で目指してんのが夢家族やってん。でこれが程遠い世界やっていうだけの話やね。だから例えば俺はそんな生き方をしたいねんからな、そこでうにゃうにゃしてたら俺がダメなんねん。俺が今元気やねんけど、キムソ体ついていけへんから、抵抗力もないし。だからこんなもん、まあ怒られるけど、俺とは全然考え方が違う。10人問いろ。みんな納得してる。俺は納得せへんもん。お前らもし10人、いや僕は違うな、そっか帰れお前も。エンマさんとこ行け、言う、わかるよな。そんなやつ一人おったやろ。俺はね、ええねん。人間界だ。たった一人でええねん。見つけたかなと思ったらやらされとったみたいな。いや楽しかったとか違うねんって、結論的に俺が好きなら頑張るみたいなじゃなかっただけや。俺の魅力がなかっただけやな。で俺もそうされたいと思った時期もあってん。俺がこうやからお前らもそうしてくれたら嬉しい、わかるな、これ7年前からな。そんなスタイル俺には似合えへんねん。なんで人間界では無理って分かってるから。だからグルもドームも、いやそんな無理やで、無理やねん、あいつらが言うぐらいやから。そんな家族のように、だから今しょっちゅう接しててどうこうで、利害関係なしにどうこう、俺へんねん、なかなかそんな。でもそれを目指してた俺や。でもちょっと体調悪いためにな、あかん、このままどうこうしてたら俺がダメになるわと思って、発想を変えて、十人と色もええん違うか、アホええわけないやないか、お前らには関係あれへん、だから俺は変わってない、お前らにはこの指止まり、当たり前や、二
200人食当たり前、嫌なやつ出ていけばほんだれ当たり前やからな。これ変われへんねん、ずっとそうやねん。だから俺の前にみんな離れていく。しゃあない、ええねん別に。俺に魅力はないから。俺友達おれへんもん。なんで自分に厳しいから。あ、これええねん別に。なんと言われようが。な。ね。俺は絶対に誰にも弱音吐かない。でもな、その、Facebook から YouTube になって、だお前らとも出会って、だある意味これすごい良かったわけや。で、弱音、これ弱音やねん。あれ答え全然ちゃうやないか。みたいな。だから、吐きたいとも思わない。やけど、期待してしまうから、えって思うねん。なんでみたいな。期待せんかったらええねん。だから、底辺、最初から期待してはいけない、みたいな。だから、人間界、10人一食、無理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 。8人でもバラバラ、みたいな。いや、だから、俺結構厳しくしてたら、世の中そんなん、いやいや、言うてること綺麗事やなってね、すげえ思うねん。な。で、俺は、ただ、俺も血の通った人間や。たまに虚しくなったりもすんねん。みたいな。そのために、俺はこう、お前らと出会って、怪しく仮面もない、よかったなぁ、みたいな。今、口細大変や。今まで、俺、朝昼晩とか、今日もそうやけど、昨日もそうやけど、餌、数日前の5分の1になってんねん。餌、ちょこっとやる。食べにけへんねん。あれみたいな。ただ餌変わって大きな餌になってんけどな。前のはこう細かいメダカ用の餌やったから出したらちょっと出したら何人かパッ食べに来とったやんか。で大きくなって無理やって、であれ無理かな、まあ俺何にあれって思っといてあかん、俺こいつらにも厳しいしょ、それで死んでもええみたいな。17人や、俺の大好きな17のまま一人も死んでないからな。5人ほど死んでいったはずや。でもそれは自分らのスタイルをやろうとしたからよう関係ないもん。俺は今怪しく仮面軍団と同じように口細ちゃんらにもちょこっとしか与えてへんねん。ほんだら昨日一昨日2回や、同じやつかもしれんねん、ちょろちょろっと聞いてへんで、昨日3回、今日4回。同じやつかもしれへんで。ちょっと上へ餌食べに来てん。でも俺餌やってへんから、あんまりやってへんから、その多分ちっちゃいやつやから、餌にありつけへんやつも絶対おると思うね。でも、17口もそういうけど、1匹だけね、どんこ言うて、土の上をちょこちょこ動くやつが1匹おんねん。どんこって言うんだけどな。エビを食べるとか、もうそいつも1個おんねんけど、仲良く共存してるわ。で、なかなかこう、でも、俺はこれしばらく続けて、みたいな。そら、亡くなるやつも、俺は仕方がないもん。俺の主義に、なんぼ、餌、だって餌くれへんもん。死んだらええねん。しゃあないもん。必死になれや。弱肉強食じゃない。俺与えてんねんから。自ら自分が、夜中なんかに与えやんといて。って、桂に言われた。関係ないと。自然界で弱肉強食や。俺は与えへんわけやない。しっかり頑張ったら餌もらえる。口ボスも大変や。な。でも今17人、ちゃんと一人も漏れることなく、例外なく全員おる。今すごい厳しい状態になってる。常にそうやってこう、愛するがゆえに、そうやって厳しくするっていうのかな。みたいなもんや。で、近い将来、いや遠い未来かもしれんが、たった一人でもええ、ここはこれ歌のちょっと変えたんやけど、本物語やけど、この指止まれ、心から共に楽しんでくれるやつ、それを夢見て切磋琢磨している。人生バラエル主義に乾杯ないでたかしてね。俺はこうやってたった一人でもええと、怪しき仮面軍団と同じようにな。だから
俺が今言うのは夢の共有を一緒にできるやつ、お前らとは夢の共有できんねん。でももっと今度厳しい話すると、今ほんまは誰だ40人も脱退やねん。なんでか、これ作ったの2年前や。2年前の6月ぐらいやねんな。でも半年もやけど、次のやねん。もう桂の明日、明後日、11月23日からは40人減るからな。なんで、2年前の6月に作った時に100人。あ、10人。それから100人になって、で、しばらくして200人に増えた。単純計算したら16、17、18、19、20、21、22、23、24、25で200人は書くな。2年してるから25のやつは27になり、24のやつは26になってんね。これは悲しいからな。25になると施設みたいなもんや。出なあかんね。だからエンマさんとこへ行ってな、地獄か天国か、おそらく天国行ってくれるやろうと思ってんねん。だから俺しばらく増やそうとせえへんねん。だから明日、明後日の時点で160人になるからな。これは当時2323のやつが、24、25のやつが卒業するということや。だから2年分やから、40人はいなくなるね。いなくなるの違うねんけど、そのエンマさんとこ行くねんけど、160人になるいうことや。これ定めや。しばらく俺は減ったから増やすことはしない。160人で全身全霊や、みたいな。で、お前らが言う、こう、夢の共有どうとるこうとる言うてるけどな、まあ、ここでこう、なんでお前らのためにこうやったかって言うたらな、俺高橋に言うてな、今日から今日21日から11月の21や、12月の21 1月の21までバイクを2台チャーターしたから、だから11月、だからそれと最終的に10人受ける。その受験費用は俺が全て出す。ただしガソリン代は自分で出せ。ということは60人おんねん。60人、大型中型が全部25過ぎてるやつやわ。2人3人の中でその5人の中に全部入ってるからさ、60人の中から10人、俺と一緒に一発試験受けようよって。だから、最初の1ヶ月。だから、A, B, C, D, E, F, G, H, I, J から、過去6人おるはずやねん。A チームの先輩後輩、6人。で、60人おるはずやねん。受けたやつはね、免許持ってて。な、その60人から最初の1ヶ月で、10人に絞んねん。それは一本橋でやってもええし、スラロームでやってもええ。何か、まあ、一本橋で分かりやすいかもしれんわ。秒で、その秒がうまいこといけたやつみたいな。3回行って、1回でもしたやつはアウトみたいな。まあだからそういうテストを何回かやって、12月の21日の時点で、要するに、1台で5人乗れるわけや。ということは、夜中の1時から朝の5時までは乗ったらあかんぞっていうことやから、まあ、20時間やから、5人やから、1人4時間乗れるわけや。わかる？みんな。受けたやつはやろ。で、1ヶ月のうちに12月の21日の時点で、まあ、高橋が全部、まあ、お前らそれぞれ時間割り当てたら2時間ずつやったら2回やし、な、4時間やったら1回やけど、時間調整して。で、テストして、12月21日で10人になる。
その10人に関しては受験だから、他のやつはお金自分で払うことなんね。でもその10人に選ばれたら俺が免許代は出すからな。受験だって多分4000か5000やろ、1000円のか、多分2000円とと車借りてどうかで5000円ぐらいだと思うね。アウトのやつはそれは自分で出せ、でも10人バイク代は俺が出すみたいな、ええやろ、加藤競争や。だから60人やから6人に1人は合格すんねん、10人やから。で10人プラス俺や、11人で頑張って1月一発試験受けるぞみたいな。なただ今俺はお前らに申し訳ないなと思うのは、ええかこうやってこうやってなっていうのは言われへん、本当言うつもりやったんこうとな。でもなんでかって言うたら、俺のミスでさ、俺ヤマハのボートやったら完璧やみたいな、俺ホームゲレンデのパイプやったら完璧や、試合行ったら全然あかんの状態やって俺あかんとな。他行ったらペーパーで通るとこまでさ、問題外や俺そんな、地方でやったらあんなそんなとこな、問題外、大阪や東京で通るから価値があるみたいな、めちゃめちゃ厳しくしてみたいな。なんかよく聞いたら地方なんかは元こう審査員とななってるから、マンツーマンで受けたらこんなやつ出るからよろしくなみたいなのが噂やで、あるというのも聞いてるみたいな。大阪東京はめちゃめちゃ難しい、なんで 3% やねん、他2割とか3割通んねやんか、えなんやねん。やけどそんなんええねん、国家試験やから通るためにやるんやない、そのために夢を共有するために頑張るんやから、そのためにファッションも行動も。ただ今俺で言うたら、お前ら今今度ホンダのトゥデイってやつやからさ、馬力が 3.8 馬力かな、で多分コンビニで言うたら受けるバイクスクーターが11馬力かな、もう 3.8 と11やからもう次とスポンと違うね。だからその克服とかどうこうをまだこうやってな、俺まだ通ってへんけどさ、機会があったら言おうと思ってんねん。俺今日はな、お前らがまあ嬉しかったのはこれでな、人それぞれ10人問いろ、いやそんなん違いますよってドッときた、あよかったみたいな。俺人間界バーって言って一人も残れへんかったらもう俺も解散と思ってたからな。でもええねん、怪しき仮面軍団とチョコちゃんとみたいな、それで頑張ったらええみたいな。でも人間界で10人これ言うてもいやそんなん違いも誰もいんからな、なんで世間一般するだったらないから、全部10人といろいろとあってみんな自分が一番やねん、お前らはちゃうやんか、俺が一番だからこそ俺はお前らのことを考えるもん、俺の死に死ぬことに構成じゃないもん、一緒に頑張ろうぜ一緒に頑張ろうぜ。ただ俺にカリスマ性がなかったら人間界では無理や、俺に魅力がないから無理やねん。でもそいつらはみんなダメじゃないね、自分の大切な娘とか嫁とかな、そのパートナーのためやったらめちゃ頑張る、ええねんそれは、みんなそれぞれあれがあんねんからさ。だからこれ言うたように目的が同じだからカリスマ性、目的は同じじゃないや、みんなの夢はそれぞれあんねんから、そんなんでけへん。これは一般向けやで、俺はちゃうで、俺は10人職、あ他200人職に決まってるやん、お前らそうやからな、この指止まれ止まってるみたいな、俺言うてもだれやん、幼稚園の子にはいはいみたいな、な人間界幼稚園の子には勝たれへんわ、もう結論や、幼稚園の子には勝てない、
怪しき仮面軍団は別やろ。人間界では幼稚園の子にこの指止まれ、勝たれへん。俺は勝てるようにと思ったけど、あかん。断言をするわけはないんだけど、だから俺は、遠い未来かもしれん。たった一人でもええ。近い未来、いや、遠い未来からもしれん。たった一人でもええ。この指止まれ。心から共に楽しんでいく。要するに、たった一人でいいね。な、俺そんなやつを探し求めてるだけくて。それが夢の共有力じゃ。だから今日からお前らバイクがあんねんから、免許、普通免許持ってんねんから、割り当てはお前らで考え。今日から2台、10人に対して2台やから、5人ずつに分けて、時間分けて、で、12月の21日に10名に絞れ。ということは、あ、10名から、ああ、さ、60名から10名に絞るわけや。な、今60名おんねんからな。60名で、1ヶ月は、30人で1台を上手に頑張って回れ、回せいくことや。ほんで、1ヶ月のうちには、5人に1台や。今は30人1台やから、でも、割ったら上手にできるはずやんか。20時間で30で割ったら、適当にやれやんか。分かるってこと。それを適当にやれ、みたいな。なんでやな、俺と一緒に夢を見ようぜ。ね、なで俺はこう、グリムと一緒に同じや。それは、ここで言うな。俺がしたいのは、愛する我が子に接するように、お前らとも付き合いたいね。な。家族のように付き合いたいね。俺は家族と思ってるし、な。我が子と思ってんねん、お前らは。な。俺はそんな生き方をしたいねんから。これは崩れてへん。でもこれは人間界では通用せへん。だからお前らには、俺の思い通りにやるから。でも、俺はこうわがままで自分の利益に違うから、お前らのためになるようにやるから、それだけ分かってくれ。今日はそこまでや。だから今日は人間界聞いてへんからええけど、お前らだけやけど、またこうな、バイクの練習で俺が気づいたこと、まだライセンスも取ってへんけど同じように語っていきたい。だから今俺はまだ手の腱鞘炎とか足とかどうこうじゃないけど、今バイクに乗れない。でも今まで乗った過去の経験をこう考えながら、自転車をどうこう考えながら、またこう、こんな機会を作りたいと思ってる。だから俺は、与えられた、いやいやなしに心から、アウトでもまたもう一回挑戦したいみたいな。なんで？答え簡単やん。愛する我がこのようにやん。俺の前だったら子供が、みたいな。でも今までは、俺はお前らに答えを望んねんかった。お前らは違うぞ。俺はお前らの答えを望んでるぞ。なんで？家族やから。わかった？家族やったら俺はこうじゃ、文句言えたら出ていけみたいな。ほんまに出ていかすからな。人間が違う。ああ、そう、ああ、縁と違う。ああ、そう、縁と違う。俺もそこに心置けへんことにしたんや。みんな口ではどうとるこうとると行動が伴えへん。めんどくさい。みたいな。俺はだから、ハウメにいい顔、いっぱい顔持ったらええねん。お前らと口放送では本音で喋る。でも他の時は適当に綺麗事言いながら本音は隠す。それはこの言葉に入ってんねん。これ人間界誰もショックなれへんねん。な？この指止まれ。己の胸の内に秘めておこう。お前ら言うてん。寂しすぎるって言うてんか。こんなん人間界誰も言わんからな。10人問いろ。ああ、10人問いろ。ああかーみたいな。お前怒ったやろ？何を言ってますもんみたいな。200人一色ですよみたいな。この指とは止まりますよ。なんで言うてください。当たり前やないか。当たり前言うん決まってるよ。ただ俺は自分らしく言うてるやんか。俺はこのように生きたい。一個も変わってへんで、主義主張は一切変わってないからな。ただ分からん相手には言うても仕方がないから、10人十色当たり前やよ。自分の周りのものを大切にしなさいよ。俺はもうどうでもいいね。だから人間界に関しては
この指止まれ言わない。十人一色言わない。それ以外の時間現象で、これ俺以外でも通じるから。打てば響けやで、俺以外でも通じるから。お前らピストルの打つやで。人間界は底辺に打てやで。金の打てやで。で、水面下の記事が出なく、ええやん。自分の夢のためやったら、自分の家族のためやったら。俺ではないねん。だから、それは十人十色で俺は何にも言わない。お前らはちゃうど、俺とこ振り向けへんかったらアウトじゃ。今日はここまでじゃ。バイビーじゃね。